視聴者の皆様こんにちは、ズーミヤです。ガオシリーズが進んでいる中、あの男のことを忘れていませんか？視聴者の諸君、いつぶりくらいだろう。今日はね、僕の活躍を見せてあげる。あてなわけでラストラング星4を攻略するぜ。そんなにディップのことが嫌いですか？このままお暗い気になればよかったものの、昔からのファンの子たちが泣きますので、ではゴー。ここは時間が経つとブラックマが出てきておしまいです。ああ、こいつか。どんどん出てくるのでニャンコ法では対処できません。殺意のワンコを足止めして必要な資金ができたらジェンヌで倒します。ここまで来ると簡単には倒せないんだけどな。まあワンパンは無理ですね。壁役のラーメンを出しながらディップも出していきます。こいつって本当に活躍するのか？ジェンヌもラーメンどうもコニャンダムの一発でやられるので、どうしても時間停止は必要です。さあ次の一撃が来る前にニャンダムにまとわりついて妨害と邪魔なワンコたちを片付けます。ワンコからディップを守りつつ攻撃をどんどんしていきます。時間停止しているかどうかなんて周りの黒いゆらゆらで判断するしかねえな。妨害がうまくいかずに一掃されましたが、まだまだいきます。レアとエキストラで動きを止めるなら呪術師がいるじゃないか。あの貧弱ボーイに無茶させられません。それにこれは赤の組織との戦い、裏で繋がっているであろう黒ずくめの組織との戦いでもあるのです。皆さん勘違いしないでくださいね。危ない時はニャンコ法で妨害。さあディック、急いでニャンダムのやつを止めるのです。次が来そうなんだが。いいえ、大丈夫です。停止に成功しました。カンストだがいいのか？問題ありません。これからも攻撃のモーションに入りますが、その度ディックが止めて、その後他のみんなでノックバックを利用します。これしか方法はないのか？肩がつきました。ここまで来ると星4はきついです。まあ出せるキャラがレアとエキストラだけじゃな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。こうやってステージの最後を残してクリアしておけば、ニャンコ島で猫缶使わずに済みます。